はいどうも、だいごです。えー、というわけで今回はですね、その化粧やばいっすよということで、まあ女性はね、やっぱりモテようというか自分をね、魅力的に見せようと思って一生懸命ね、メイクをしたりとか、まあしなくちゃいけないと思ってる人もいるし、僕もはね、結構ね、女性すっぴんなね、女性好きなんですけれども、でもやっぱり女性は気になるわけですよ。ところがですね、この化粧やばいっすよと、実は、あるね、特徴を持ったりお化粧をしてしまうと、 異性には、もてあそばれて終わってしまう。男性には、ただもてあそばれて終わってしまうし、そして、仲間というか、同性の女性からもですね、変な言い方、人として扱われなくなるぐらい、ちょっと扱いが悪くなると。えー、人間関係が悪くなると。女同士のね。そういったやばいお化粧がありまして、それをですね、今日は解説していきたいと思います。それでは、今日もっていきましょう。ガンバー杯。ちなみに皆さん何だと思います どういう化粧だと思いますはいで。これ実はですね、ブリュッセル自由大学が、えー、約1000人の男女を対象にして行った、えー、ちょっと面白い実験なんですね。お化粧をしている女性と、まあ、いろんなレベルでね、まあ、厚化粧の人もいれば薄い人もいるし、いろんなお化粧をしている女性とお化粧をしていない女性。えー、これをですね、えー、あの、写真をたくさん集めまして、で、これをですね、参加者に見せて印象を尋ねるということを行った実験なんです。結果何がですね、分かったかっていうと、やばい化粧の特徴は、もう分かりますよね。 厚めの化粧だったんですね。女性のお化粧が熱くなればなるほど、厚化粧になればなるほど、全くお化粧していない、まあ、すいわゆるすっぴんの女性とか、えー、いわゆるこう、ナチュラルメイクっていうか、そんなに化粧感がないメイクをしているですね、女性と比べて、なんと、人間性、主体性、ね、スキルとか経験、能力、人としての温かみ、 そして倫理観とか道徳性、これ全部低いって評価されちゃったんですよ。つまり化粧をすればするほど、人間味がなくなって、やる気がないように見えて、 そして、経験不足に見えて、能力が低く見えて、冷たい人間に見えて、すごい、あの、なんか悪いやつ道徳がないみたいな、そういう人間として判断されるということが分かったんですね。すごいですよね。厚化粧というか化粧すればするほど、どんどん、能力も温かみも人としての魅力も経験も全部少ない人間に見えるってのが怖いですよね。しかもこの傾向、評価する人間が男性でも女性でも変わんなかったんですよ。 つまり、厚化粧というのは、それだけで、男性からの評価も女性からの評価も低下しちゃうわけなんですね。怖いですよね。え研究チームこう言ってますえ。メイクアップは人間性が喪失したような印象を相手に与えてしまって、あ基本的なですね、実は脳のレベルで、その顔が人の顔として見られなくて、物体として見られちゃうんですよ。まあ当然ね、やっぱりね、人間ね、あったかみがあってお互い人間だと思ってたら優しく扱うかもしれないけど、物だっていう風に脳が判断しちゃうと、当然それに対する愛着とか減っていきますよね。だから実はこれ、 高レベルでお化粧っていうのは皆さんの魅力とか能力とか他人からの評価との低下させてしまってまあいろんな問題がねあの例えば男女関係だったら遊んでポイって捨てられるとか女性同士の関係だったらですねその女性同士の人人関係の中の犠牲者というかもうほら一人犠牲者みたいなの作ったりするじゃないですかグループの中ででそういうポジションに皆さんが追いやられる可能性が高いのでまあちょっとなるべくお化粧はね薄めにする努力をした方がいいと思います例えばスキンケアだったりだとか食事を変えたりとかすれば肌っていかれでも綺麗にできますので それでなるべくメイクを減らした方がマスクの時間もね節約できるし人間関係も良くなるので是非ですねメイクは控えめにしてみようというそんな研究でした是非参考にしてみてください。 で、これ以外にもですね、えー、例えば男女だけではなく人間関係をくするための方法だったりだとか、えー、あとは、えー、いわゆるね、こう、第三者から見た時の魅力を高めるための方法、こういった方法をですね、D ラボでは解説しています。D ラボはぜひガイアルの方からチェックしてみてください。あの、D ラボは僕があの、知識のネットリックスを目指して立ち上げたサービスで、僕以外のあの、コンテンツもありますけれども、まあ、様々なですね、人生を変えるためのですね、知識が見放題になってます。勉強し放題になってますので、ぜひガイアルの方から登録してみてください。それでは、えー、続きガイアルの方から D ラボでお会いしましょう。本日のワインは、ハーランエステープでございます。 それではまた次回バイバーイ。